男気じゃんけんの旅。失礼した。私たちヘラヘラさん女子と男気といえばこの方、那須川天心さん。ありがとうございます。はい、そしてその俺、はい、天心の。男気の射程、いや声入る。iPhone でこの距離声入るん。入るよ。その小ささで。入るよ。だいぶ広いよ。やっぱある。あります。誰が射程やねん。そしてクレアちゃんにいました。普通に仲良しの子。はい、このメンバーで今日は男気なんかをしながら、いろいろ試していこうというわけで、お金たんまり持ってきましたか。やばいな。金持ってきた。持ってきた。金欠わけないでしょ。これしか持ってないじゃん。まずは、1カ所目、サービスエリアにやってきました。はい、やった。お腹空いたね。はい、じゃあ早速行きましょう。はい、行きましょう。見て、うわこれでかい。こんなにあるよ。うわ、おいしそう。味じゃないですか。こんなにあるよ。やば。じゃあまずはい、これ全員分払います。うわマジか。せーの、男気じゃんけんぽい。はい、どうでしょう。うわ最悪やん。悔しい。一人が渋っ。ガチ金あるんですか。嬉しい嬉しい嬉しい。ガチ心配。ガチ大丈夫です。じゃあまず、あ、僕っすか。じゃあカツカレー。はい、はい、天使何、一緒でしょ。俺は朝定食。ほんま。じゃあ俺も朝定食。高そうな990円。ギリギリまで締めるね。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。いただきます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。でした。じゃあスタバにしますか。いや、ほうじ茶やばいって。なんか飲んだことあるの、ほうじ茶って。いや、めっちゃ楽しい。ほうじ茶ティーラテそんなうまい。めっちゃ知ってるよ。やめてないですよ。じゃあスタバじゃんけん約3000円ぐらいですね。はい、はい、じゃあこれはこれで勝ちたいよ。勝ちたい。そろそろ。おう。音入れ。じゃんけん。はい。はい、これじゃ。よし成功。海賊やん、やってること。信じちゃったじゃねえかよ。ほうじ茶買ってこい。はい、なんか信じすぎなんだよ。僕全身で買ってこい。あんななんか人に言われたら。いろいろ信じすぎなんだよ。ちょっと疑う心持ったわ。意味深、ちょっと意味深、ちょっと響いた。確かに。じゃあちょっと買ってきますわ。ほうじ茶ティーラテも全員分ね。全員ほうじ茶ティーラテ。もう全然飲んだほうがいい、マジで。え？もらうね。ねえ、ただ違うのかと思った。できたよ、マジで。そういうの言うんだよ。地獄落ちろよ。地獄落ちないですよ。ごちそうさまです。ごちそうさまです。いただきます。いただきます。ガチ、ほうじ茶、ちょっと買って飲んでください。マジでうまい。でも、ガチうまいっすよ。いただきます。めっちゃうまい。もうこれしか飲めないでしょ。アイスみたい。これはやばい。サバから帰ってきた。早っ。入ってないことはないんじゃん。全然欲しくないな。だいぶ好きやん。もう止まってないやん。体は素直。
クション。そうそうそう。やめろ俺の曲。これは聴きたい一回。俺の曲やめろ。これはこれ一回聴こう。著作権引っかかるから。大丈夫。大丈夫、本人いるから大丈夫。本人いるから大丈夫だよ。歌ってくれるんじゃない？これ歌ってくれるんじゃない？もしかして。山ちゃん、LINE 帰ってこないんだけど。え？そう。そんなことないでしょ。え、帰ってきたい。え、なんて送ったの？用事があって予約したの。うん。用事ないでしょ。え、ちょっと山ちゃんに用事。ゲームのことでね、ちょっと聞きたいけど。あー、はいはいはい。で、仕方されたの？でも LINE 帰ってきて、しかもさ、既読もついてる。え、結構して嫌われてない。でも iPhone 壊れたから LINE 変わっていかんけど。じゃあ山ちゃん電話かけてみてよ。あ、今かけた。あ、もしお疲れ山ちゃん。お疲れ。え、なんかマリナちゃんの LINE 返してないって聞いたけど、なんでなん？いや、じゃあ返してないっていうか、あん、その、携帯潰れて、LINE 変わってさ、返したいねんけど返されんくて悲しんでる。好きな、まだ好きな。いや、ほんまにまだ大好き。ちょっと山ちゃん、ちょっとゲームのことで LINE したんだけど、ちょっと帰ってきてないんだけど。いや、ほんまに LINE 変わって、でもなんかね、DM 何変わりましたね。確かに、確かに、すぐ連絡が忙しかったところで。確かに。いや、ちょっと LINE 消えたのショックが大きすぎて、もうその DM っていうのがもう確かに、確かにね。いや、そう、まあ男共感できるの。共感できるわ。いや、ほんまに、いや、ほんまごめんなさい。はい、着きました。イエーイ、男子いくよ。おー、あ、ボールが抜け、すごい。イエーイ、マイボード、マイボード1000キロ出るで。マジでマジでスノボーなめんなよ。到着したということで、はい、じゃあ今から着替えるんですけども、はい、ここでガードマンじゃんけんタイム。何それ、無条件の女の子なんじゃん。じゃんけんでこれ勝った人が、はい、ガードマンになれる。俺ガードマンやん。なりたくない。勝負一番なりたくない。いやいや、もうこれはお得意ですから。これも勝ちなんだ。勝負するになってるやん。喜んでもらいます。ガードマン何2人です。2人になりますか。はい、2人になります。はい、あいこいしょ、あいこいしょ。ガードマンじゃんけん、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ。あー、来たかった。悔しい。ここまで来たら嬉しいな。もう2人決まったやんな。いや、ダメ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 。ガードマンじゃんけん、じゃんけんぽい。あー、はい、このガードマンじゃんけんですね、スノボするときですね、こちらをかぶっていただくガードマンになれるっていう。おいおいおい、ご褒美やん。え、俺こんな写真撮った。はい。え、いつ撮った。ガードマン無条件だったんで、ゴーグルではなくて、まあ、ゴーグルの代わりこちらのやつ。無条件だよ。スノボ舐めんなよ。スノボ舐めなさ、歌ってください。スノボ経験者の皆さん、これで滑ったら死ぬぞ。いいいいいいじゃん。いい、さつき替えよ。もうこんなんええって。さつき替えよ。何がつけんのよ、このクソガキがつけるようなやつ。俺つけへんのよ。では、ガードマンチャレンジ挑戦者どうぞ。どうぞ。ギャ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 。誰って絶対わかんない。これで自分の精神ですかって言われたらみんなせいやと思う。マリナさんからお話があるそうです。皆さん、マリナさんからお話があるそうです。5分ほどあのお時間の方、皆さん の, あの人生の中での本当に時間を使わせるのは本当に申し訳ないです。5分だけ、どうか人生の5分だけ貸していただけないでしょうか。それを聞いて、なんでちょっとタバコの方タバコもないじゃん。私は死んでしまうって。皆さん人生が5分借りますけど、私も死んでしまうんで。そうやることないっすよね。ふわふわインストラクターのお兄さんいるんで、分からないことあったら聞いてください。お願いします。じゃあ皆さんそれぞれリフトに乗るので、はい、サポートしてあげてください。天心のこと、私じゃあ福山のことをちょっと助けてください。
これだけでうまいって言われる世界戦さあ来るよ来るよ成長したおいいよいいよいいようまくないうまいいいやんいいやん初めてにしては行こう行こう行こうリーゼントの人おるこっちかこっちやあこっちですこうやねこっち滑って滑ってはいブレーキブレーキそうはいこれブレーキ恋始まっちゃったか恋始まっちゃったかそうだよなっちゃったか冬の冬の恋かえまさにメルティキスお前誰スノボ日和だわ、ね、これなんで曇るのめっちゃパウダーだえ中に水が入ってる、うん、これ普通みんなあめっちゃ曇ってるあ寒いパウダーじゃあやめようがいいじゃあ交換しようディオールディオールがいいいやこれめっちゃダルな可愛さやな壁だけこれたまにすごい吹雪いてるから僕貸しますよ俺結構滑れるマジかっけちょっとこれから貸すかっこいいはいつけななまた入っちゃうはいごめんなさいつられてきてるでしょおーうまいねあどうしたあね、このまま山登ろうかなと思ってやばかな普通にトレーニングしてるうまいねえうまいね初めてだけどすごいねまあ運動神経いいね才能と書いてセンスと読むよどうでマモルも教えるの上手だわねあれは持ってるわ左足をちょっと後ろにしてこっち進むどう教えるセンスはマジうまいマジうまいでそれを大まかにやってんのを細かくしたらどん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 したらこうやってあすごいえうちもそれやりたいなんかかわいいなんかかわいいマモルンゲレンデだと優しいんだねね気づいちゃったねなんかチャンネルガードマンってゲレンデだったら物壊さないらしいです人の心はやっぱ温かくなる、人の心あるんだよプライベートこれやからプライベートもう壊すものあれやったら出せよ壊しちゃうからねえねえ守るやなってできないあ、俺教えます優しいゲレンデだとみんな優しくなるなゲレンデ待ちするんだよ息が死ぬからかないい感じオッケー。なんでジャンジャンに殺されちゃう。じゃあ女子チーム行きますか。行きます。行きましょう。マリナさん先頭で。ヘラヘラカーツ。ヘラで。マリナとマリナについていきましょう。大丈夫か頑張れ誰も来てないやんお前言ってよ来てると思ってんの待てよどうも待らないつだたた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 よし演技入ろうあっちおかしい方向いてるでしょあ来た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 ガードマン怪我しちゃった何やなんでどうしてだってここんなさえ何があったの大丈夫大丈夫それでほしいあんまり動かない方がいいかもなやってこれしといてどっちが痛い？いやちょっと今感覚もう左の方が絶対右の方がダメージでかいんですけど感覚ないんで。もう完璧ないっすよ。え？大丈夫か？ガチで。もうガチ右の感覚です。こっち足伸ばしないよとりあえず。ちょっと伸ばせない伸ばせない。え？じゃあ俺とこのここがぶつかって。うん。ヒールで擦っちゃったんですよね膝。はい。
あの、大丈夫です。はい、すいません。何嘘何だよ。うち本当に心配したんだけど、汗かいてると思ったら雪だったし。遅いんだもん。ごめんなさい。それごめんなさい。自撮り30分しました。ごめんなさい。この中でさ、全身じゃなくて良かったって思ったやつ。はいはい、思ったちょっと思ったよな。うち一緒に乗ってた。ガードマンで良かったって思ったやつ。おるよな。でも心配だよ、どっちが悔やしても。サラリンさん、はい、今日宴できないと思った。俺のこと心配じゃなくて宴の心配してんやん。はい、やってまいりました。男気じゃんけんタイムの時間でございます。はい、でこれ、あの負けた人が全おごりです。じゃあ、ここのチーム、ここ分かりましょう。天心チームとアリシャンチームに分かります。で、欲しい人、ここからじゃんけんで分かるのか。ちょっと肩を閉じてみて。なんで？でしょうね。はい、せーの。はい、一緒。はい、一緒。おお。全く理解できない。え、で、これ、証明してきます。OK、これ証明していこう。最初はグー、じゃんけん、はい、はい、終わり。ああ、払いたかった。ありがとうございます。残ります。あ、楽しい。じゃあ、3人抜けてます。じゃあ、私、はい。最初はグー、じゃんけん、はい。うわー、はい、よじゃあ。はい。じゃあ、はい。ああ。いや。全部持ってるね。めっちゃいい。頑張ってよ。絶対勝つ。このままの調子で勝つ。はい。はい。最初はグーだけ。はい。うわ、悔しい。めっちゃ悔しい。さすがにこれメッシー可愛いよ。さっきメッシー払ったよ。俺パーだった。ほんまに。せーの。男気じゃんけんじゃんけんぽい。ちょっと今なんだ。今ちょっと。おかしい。おかしい。やり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 カレーだよ。カレーうまっ。うん、リナちゃんも食べさせて。食べに行く、食べに行く。じゃあ俺全部食べるっすわ。もったいない。お、そんなことある。すごいよこれ。これ、もう全部カットするけどすごい。おばあちゃんに言われてて。なんで？お前大分だけ残したから。素晴らしい。素晴らしい、おばあさん。最後も。最後もハゲできましたわ。ああ、ハゲて。もう誰か分からへんみたいな、ガリガリになって。ほんで、もう最後も僕の、もう最後1週間ぐらいもう僕の名前も忘れて、認知症も入った。死ぬ前の最後の一言じゃないけど、あの夢見た、どんな夢みたいな、天井が崩れてスパイダーマン出てきたって。これはほんま。本当に？ほんま、おばあちゃんこれ。毎日自転車2時間かけておばあちゃんの病院毎日行ってました。
そんなおばあちゃんが言ったんだっけ。最後にスパイダーマンって言ったって。最後。魔法の最後こう言ったって。印象に覚えてるんですね。スーパーに来ましたー。プラスワン。夜ご飯を買いたいと思います。ブラックマンだよ。ご飯と朝ごはん。視聴者ブラックマンが分かってない。まあこれメガ盛りだから一応買っとこうよ、ブラックマン。いいだよ。だってここがブラックだからね。分かったよ。誰がじゃんけんで負けるか勝つか分かりませんけど。こんなことやってるけど。行きます。じゃあ気合入れていこう。せーの。男気じゃんけんぽい。やばい。ブラックマンだよ。優しいブラックマン。だからいい一面を見えた。じゃあ絶対ダメだろ。絶対ダメだろ。じゃあ絶対ダメだろ。ありがとう。いいですよ。ブラックマンありがとう。ブラックマンなんで。マリアさん、最後勝ちましたね、男気。まずねーみたいな。ご飯の時いつも負けるから付き合っちゃう。邪気が強すぎるから家に。うわ美味しいご飯が食べれそうですね。では、ペンションの方へ行きましょう。じゃあ、アイキャッチお願いします。ヘラヘラチャンネル、シェイケー着きましたー。到着しました。よし、運びましょう。いや、俺もシャワーでいいっすわ。いいの？お風呂せっかくだから入んないの？いや、もうシャワーでいいっすわ。マジで？どうした？ね、めっちゃ最後終わっちゃった。いや、もう、かかってきましたね、この部屋。疲れちゃった？え、何？嘘？何？なんか感じる。何？え、怖い。いや、あんま言いたくないんですけど、ガチで霊感強いんですよ、俺。ねえ。ねえ。なんか、そういう感じ、嘘やみたいな感じだねとは言わないですけど、バッて入った瞬間に、うん、まあ、6人のその人 の気配とかさっき感じて、うん、あこの部屋まあ7人ぐらい動き女の子で、まあ、パッてアリシアさんのパッチなんかふとなんかさっき感じたんでパッて見たらアリシアさんの背中に女の子のちょっと子供の霊が18人ついてます。18人オープンなビルク7人が18人。後ろにじゃあ、後ろにじゃあもうずらがあって今並んでる状態ってこと？いやみんなこうやって。あ、こうやってでお化けやつ。山盛り。いや山盛りって。えここら辺に。もうそうです。に。終わったな。この人が。なんか一人二人とかだったらすごいちょっとゾッとするというかびっくりしたんだけど18だと。かける2。36? 1クラス以上あるけど結構36人肩ですか全部肩にっていう冗談で言うよ。ですよね。さすがにちょっとほんまに言ったら空気壊れるから、ね、ちょこ大丈夫。下ネタ言わなくて大丈夫。うんこうんこ下ネタ弱いのわけそう、うん、うんこチンコ俺がお化けだったら怒り感じる。嫌な気持ちになるでしょ。嫌な気持ちになる。ちょっと待って、だからか怖い。どうしたの？いるわ後ろ。すごいでは、マリナさんとレナチのニコニコ
ドキドキクッキング、イエーイ。え、じゃあ、マジで任せる。今日は私任せない。本当に任せてください。いいとこ見せていいっす。うわ、かけ。任せてください。やっぱたまにはマニアちゃんがしっかりした姿、視聴者も見たいんじゃない。うわ、かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこよ。そんなレナチもね、私サポートできるんだぞと。はい。あの、言われたらできるんですけど、自分でやったらダメなんですよ。できるんだぞと。お茶お茶お茶。あ、なんかお茶って言われてます。自分で取れよ。自分で取れよ。自分で取れよ。お茶。お前、OK。え、じゃあその財布も全部返して、これかかったから。いや、怖い怖い。もう全部返して。いや、リングライト。もう全部返して。うわ、ハラ男。リーブ男。もう全部全部。あ、もう今飲んだやつも、食ったやつも入って。うわ、ハラ。え、マリアちゃんの好きなやつはどんななんですか。ね、知ってね、なんか前の好きなやつって、はい、年下だったの。意外やってーって感じで、なその人の家とかに行くと、はい、自分の家は結構粗末なんだけど、なんかその人の家だと結構掃除したりとか、足りないもの補充したりとか、なんか夜中にご飯作ったりとか、結構尽くすのが結構、結構なんかちゃんとか、なんか主婦みたいなことをしていたんだけど、意外すぎる。うちなんか基本なんか末っ子で、なんかお兄ちゃんがいて、妹だから。なんか結局そうなりません、なんか家庭的にすごい自分のものも聞いてくれて、なんかもう何でもいいよいいよみたいな、とかなんかやってくれる人の方がね、がタイプなんですか。いいなって思ってきちゃったけど、でもそういう人と付き合うとね、ダメになるね。あれでも尊敬できる人タイプですね。今まで年下と付き合ったことなくて。年上いいよね。そうなんですよね。私なんか精神年齢低い人めちゃめちゃなんか無理なんですよ。なんか若いなって思っちゃうと、なんか8歳ぐらいの男の子に見えちゃって。私も弟いるんで、なんか弟にか弟みたいななっちゃうんですよね。え、怖い。何が怖いんですか。でもこの GoPro に映る階段めっちゃ怖いもん。なんかこのこれがちょっと怖く見える。え、てか201が怖くない。もうなんか付き合ってよ。一応後ろから入る。怖いよね。バッタギドいいっすよ。怖いってやめろって。そのなんか急に絶対怖いよね。なんか怖いよね。え、見たこの部屋。いや、なんか僕飲みますよ。普通に何もないっしょ。なんか201が怖いんだって。もうビビりながらもうみんなやめましょう。もう普通に入ってったらいいじゃないですか。怖い。何？なんかポーンってある。ナイスでしょ。何何？もうこれ枕。これ枕。はい。どうもない。わあ。ねえ、何？え、どう？他。おかしいでしょ。ねえねえ、おかしいよね。おかしくないでしょ。でしょ。いいよ。え？ちょっと怖がってるし。ちょっと怖がってるし。怖かった。新しい恋の話聞いちゃったんだ。怖かった。うち知ってるよその話。ピー付きでここは当てます。うちちゃんもう聞いた。言います。あ、名前まで。あ、名前聞いた。名前聞いた。いきます。じゃあお風呂のを見てきますか。あ、お風呂、せっかくお風呂結構重要だ。見たいっすね、お風呂。じゃあお化け屋敷の方ご案内いたします。怖っ。皆さんはどこから来たんですか。ありがとう。東京の方からちょっと。はい、東京。うん、あんまね、あの宿がなくて、はい、ちょっとギリ見つかったらここだったんですけど。なるほど。なんでここだけ入ってね、あの少なかったの。その秘密はこれからわかるよ。いや、まずはこちらおいで。ここ何、ここ何。おし、急に低く。ここが和室じゃ。和室じゃ。だんだん話し方変わってします。若い者から上に登れ。
バチの最後じゃないですか。おおおあよしまだあるな。まだ入るのではない。わーとか言って叫んでた。見せない方が、はい、はい、ここはだな、はい、赤の部屋と呼ばれてる。赤、小さい女の子の変態が見つかった。ええ、嘘だよ。変態、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 変態。じゃあ先に。それから赤い部屋になった。あ、ね、え、誰か開けてますか。誰かなんか握ってますか。嘘でしょ。いや、わかんない。わかんない。手を合わせてください。いただきます。いただきます。え、これは絶対にうまい。おいしそう。いただきます。うん、ガチでうまい。うん、おいしい。うまい、おいしい。うん、おいしそう。食べていいよね。今まで食った分の中で一番うまいな。うわ、今まで食った中で一番うまい。これえ、どれぐらいうまい。これねずっちの謎かけぐらいうまいな。うまいな。今日結局男気一番多かったの誰だったの。俺っすね。多分5万ぐらい使ってるよね、はい、きっとね。え、今日1銭も払ってないのが、うん、わー、はい、僕も払ってないです。払ってないです。払いたかった。うわ、うちも払いたかった。買いまんじゃん。ん、はい、帰り。プライベート男気。プライベート男気する。え、じゃあ帰りビトン行きます。いや、いいです。でもそれ刀俺元取れないんですよ。確かに。カットも取れない、うん、東京の人ってなんで確かにって言うんですか。え、なんで。いやい、大阪言わないです。なんて言うの、大阪。やでなぁとか。え、やでなぁ。言ったことない。言ったことない。だって、通り変わらないでしょ。言ったことないです。やでなぁ。やでなぁ。やでなぁ。やんなぁ。やんなぁ。やんなぁ。やでなぁって言うんです。この鍋美味しいよな、みんな。確かに。今日誰から風呂入る。確かに。それは無理やろ。ということで、はい、皆さん、はい、楽しい一日でしたね。長かったね。はい。長かったね。楽しい一日でしたね。長かった。楽しい時間はあっという間なのに。長かった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 。やばいな。じゃあ、ございます。一本締めで締めます。あ、そうですね。はい、よー。早く起きた私とフレナちゃんで、はい、朝ごはん作ったんですけど、はい、さすがに起きてこないので。なかなかもうだって起きてから結構経ってます。うん、1時間たたないくらい、はい、ちょっと起こしに行きたいと思います。ちなみにガードマンはさっき起きてきて写します。さっき赤ちゃんみたいなおはようをいただきました。みんな、朝だよ。ほら、天気もいいよ。まだ負けちゃおうかな。なんで起きてんだよ、さっきは。はよ。カートまで間に合えへんよ。カートまで間に合えへんよ。でもお茶漬けじゃ全部食べちゃうよ。え、待って、ガードマンとか。ガードマン起きてて、天心が起きてないです。起こそう。畑を起こそう。あいつ寝起き悪いらしいよ。あれって、かわいい。やばすぎる。おはようございます。え、え、起きて起きて。
死ぬ。何やったそのかなチャレンジ。練習行かないと、うん、今から走らないとジョギング。そうだそうだ。早く練習行くよ、うん、練習行くよ行くよ。かわいそうな。確かにここまで来てもう練習のことを思い出させられて。マリナもうご飯もう食べちゃうよ。本当にご飯できたよ。おはよう。ありがとうございます。やっと起きた。やっと起きた。うまいよこんなん。もうじゃあこの追い梅干しする。うわ最高。じゃあ今日はもうあれですね、入るだけですね。はいね、わかんない。うまそう。じゃあこれついこんなうまいお茶漬け初めて食べた。うん、天心なんで食べへん。ないんか。天心の茶漬けは？天心の茶漬けはない。え？まあ今から作る。今今やる。マリナは？あいつダメだ。もうご飯なんていらないって。はっきり言われた。危ない。それは。うわ。ちょ待て待て。ほんまに危ない。危ない。ちょ危ない。ちょまず YouTube 使われへんですよ。俺パンイチなんで。いや使えるよねパンイチ別に。ダメっすよ俺は。俺は NG なんで。じゃあモザイクかける。あらぁ、ライクして優しい、うん、冷たい。はい、じゃあ天心にこれあげる。絶対天心に渡さない方がいい。天心好きなように使って。それ分かった。天心使って。怖いよ。好きなように使って。怖い。うわねえ、うちに使わない。え、それ持ってきてる。で、それもう一個あっちから持ってこん。寒いでしょ、先生。え、2個必要なの？いきます。うわ結構痛い。怖っ。あ、ここめっちゃ、あ、ここじゃないですか。作ってあんじゃん。見えない。バイバーイ。最後手振って。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。あ、ありがとうございました。楽しめた。怖い。まず出てきた。おばあちゃん出てきた。はい、ありがとう。お疲れ。どう。帰りますか。帰りましょう。皆さん、ありがとうございました。帰りましょう。じゃあ帰りますよ皆さん。はい、バイバーイ。ありがとうございました。